7月1日から高橋市、吉備中央町、三崎町は共同で電子図書サービスおうちデジタルライブラリーの試験運用を始めました。この動画ではおうちデジタルライブラリーについてご紹介します。皆さんは高橋市、吉備中央町、三崎町がベビーファースト宣言のもと子育てしやすい環境づくりを目指していることはご存知でしょうか。今回はその取り組みの一つとして7月1日から2025年2月28日まで電子図書サービスの試験運用を行います。電子図書サービスはインターネットを通じてパソコンやスマートフォン、タブレットで電子図書を読むことができるサービスです。ご自宅で電子図書を楽しんでほしいという願いを込めて、この電子図書サービスのことをおうちデジタルライブラリー、略してうちデジと名付けました。うちデジでは育児に関する本や絵本、児童書、一般書の文学やビジネス書など約1000点を読むことができます。次はうちデジの利用方法について説明します。うちデジは高橋市、吉備中央町、三崎町にお住まいの方と仕事や学校で通われている方で図書館の利用登録があると利用できます。まだ登録されていない方はお近くの図書館で登録してください。うちデジを利用するときはうちデジのウェブサイトにアクセスして利用者カードの番号とパスワードを入力すると利用できます。パスワードは生年月日の西暦年月日の8桁です。例えば2014年7月1日の場合は20140701となります。うちデジで借りられるのは1人3点までです。貸し出し期間は2週間です。図書館で借りたものとは別に貸し出しができます。ここからはうちデジの使い方についてご案内します。うちデジは借りるのも返すのもボタン一つで完了します。返却ボタンを押さなくても期限になると自動で返却されます。貸し出しされているものは予約のボタンを押せるようになります。文字を大きくしたりしおりをつけたり、電子図書ならではの機能もあります。文章を読み上げてくれるものもあるので、ぜひお試しください。詳しい利用方法はうちデジのウェブサイトのご利用ガイドから確認できます。どんな本があるかぜひ覗いてみてくださいね。何か利用に関してわからないことがありましたら、お近くの図書館にお気軽にお問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。